ガブリエル・タルキーニがドライバーズタイトルを獲得、セアトがマニファクチャラーズタイトルを獲得した。2009年の世界ツーリングカー選手権は2009年3月8日にブラジルのクリチバで開幕し11月22日にマカオ市街で開催される最終戦マカオまで全12ラウンド全24戦で争われた。選手権はスーパー2 0及び ディーゼル2000の車両で争われる。セアトをドライブしたガブリエル・タルキーニがチームメイトのイヴァン・ミュラーに4ポイント差をつけてタイトルを獲得した。3位には BMW チームジャーマニーのアウグスト・ファルフスが入った。マニファクチャラーズタイトルもセアトが獲得した。インディペンデント選手権はサンデットエンジニアリングのトム・コルネルが獲得した。 元チャンピオンのアンディ・プリオールが再び BMW をドライブした。シボレーは新型クルーズを投入した。ラーダは新型プリオラを投入した。チーム変更新規参戦撤退最初の暫定カレンダーは2008年10月に発表された。マラケシュは新設の仮設市街地コースで5月3日に開催された。また、ポルトがカレンダーに復帰した。 2008年11月5日に FIA は新たな暫定カレンダーを発表し、レースオブジャーマニーは8月30日から9月6日に変更、レースオブジャパンは10月25日から11月1日に変更された。レースオブイタリアは当初モンツァサーキットで開催予定であったが、イモラでの開催へ変更され、日程も10月4日から9月20日へ変更された。 ありがとうございます。